雪柳のように花がつくっていうね、花数が通常のアジサイ6倍っていうのがですね、うたい文句で販売されているアジサイなので、まだ下の方まではね、根っこを張ってないんですけど、上の方にね、根っこはちょっとずつ伸びてきてますよね。葉っぱがなんかね、茶色くなったりとか紫色になっているのを見て、あ、これ病気かなと思う方いらっしゃるかと思うんですけども、これは、はい、皆さんこんにちは。植物を元気に、みんなを笑顔に、葉農家のゆうきです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は12月の3日になります。今日の朝、鳥取県もだいぶ冷え込んで、マイナスゼロ、氷点下ぐらいになって、霜もね、結構降りました。そんな今回は、アジサイブライダルシャワーの冬の管理、お手入れについて話をしていきたいと思います。今回の動画を見ていただければ、冬の管理の仕方がバッチリわかるかと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。では早速今日もやっていきましょう。はい、ということで今回はみんな大好き PW のアジサイブライダルシャワーの冬の管理のポイントについて動画を撮っていきたいと思います。今日はね、とても鳥取県晴天で気持ちいい天気なんですけども、やはりこういったね、天気がいい日の朝はですね、とても冷え込みますので、皆さんね、住んでる地域で注意をしていただきたいと思います。実際ね、気温が寒くなってくると、今まで夏とか秋に見せなかった植物のね、違った変化とか、え、これ大丈夫なのっていうようなことも出てきますので、そういったところも含めて今回はアジサイに関して話をしていきたいと思います。実際にじゃん、こんな感じで今ね、ブライダルシャワーなっています。はい、こんな感じでね、こちら30センチの一尺ですね、尺鉢に植え付けをしているんですけども、だいぶ茎が見えて、まあ、当初の目的でね、来年の春にこのブライダルシャワー、雪柳のように花がつくっていうね、どこからでも花がつくっていうのが一つね、今までのアジサイと違った点で、花数が通常のアジサイ6倍っていうのがですね、うたい文句で販売されているアジサイなので、そんな感じで雪柳のように来年の春に向けて育てようとして、今茎がね、こんな感じで伸びているような状態です。それと比較して、よいしょ、普通のアジサイはね、こんな感じで今ずんぐりとしたような状態になります。まあ、茎の伸び方がね、やっぱしちょっと違いますよね、ブライダルシャワーと普通のアジサイ。冬の管理ですね、基本的に冬の管理なんですけど、何もしなくて OK だと僕は思います。まあ、唯一ね、注意することであれば、どうしても普通のアジサイでもね、茎が伸びていれば注意しないといけないんですけども、こういったブライダルシャワー、より茎が伸びてますので、雪が降るような地域の方、どうしても茎が伸びていると、茎の間に雪とかが降って、ここね、曲がって折れてしまうような場合があったりするかと思いますので、そういったところだけ、雪が降る地域の方は注意をしていただきたらいいかと思います。ただね、初心者の方だとみんなびっくりするかもしれないんですけども、アジサイは落葉花木になります。なので冬寒くなってくると、これからね、多分1月2月になってくると、この葉っぱが落葉して茎だけになります。茎とこの子についているこの芽だけになります。ちょっと見えるかな、よいしょ、ね、茎とこのついているこの芽だけが残ってですね、この芽が来年伸びて花が咲くんですけども、そんな感じでバッと寒くなると、ポロ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 っと葉っぱが落ちてきて、あれ大丈夫なの、アジサイ枯れちゃったんじゃないのって、ね、初心者の方思いがちだと思うんですけども、それはそういったお花だと思ってください。まあ、宿根草みたいなもんですね。まあ、花木なので、まあ、その上の地上部茎とかは残るんですけども、まあ、落葉すると思ってみてもらったら、落葉する花木で有名なのがモミジとかね、そういったもの、秋すごい紅葉して花のように葉っぱがね、そう、モミジとかイチョウですね、イチョウとか秋ね、とても綺麗に紅葉した後にパラパラとね、木の枝から葉っぱが落ちてね、丸裸になるのをね、イメージしてもらえたらいいかと思います。またですね、来年の暖かくなる3月4月になったら、新芽が芽吹いてきて、また葉っぱがたくさん茂るかと思うんで、そういった木と同じで、アジサイもね、一回全部葉っぱが取れるんだなと思ってもらえたらいいかと思います。でね、あと気になるところでいけば、まあ、落葉するのでね、別に気にしないでいい部分もあるんですけども、こんな感じでね、葉っぱがなんかね、茶色くなったりとか、
紫色になっているのを見て、あ、これ病気かなと思う方いらっしゃるかと思うんですけども、これは植物が寒さに当たってアントシアンを出していたりとか、もうすぐ、ね、落葉するので、ね、落葉する準備をしていて、こんな感じで茶色くなっていたりしますので、病気ではありませんし、別にちょっとぐらいね、病気が出ていても、これがね、寒くなっていって、どの道葉っぱ全部落葉していきますので、問題ありませんので、自然に放置をしていただけたらいいかと思います。人間チャンネル。実際ですね、ちょっと重たいのでやりたくないんですけど、この、ね、根鉢が張ってるかどうかをちょっとね、見てみたいと思います。できるかな、うまく。本当はね、しない方がいいですね。土も結構取れそうな気が、あ、でも張ってないかな、これ。よいしょ。こんな感じで、まだ下の方まではね、根っこを張ってないんですけど、上の方にね、根っこはちょっとずつ伸びてきてますよね。あ、重たい。よいしょ。よいしょ。よいしょ。で、地上部は葉っぱが落ちてもね、根っこはしっかり生きて春に備えて準備をしてくれるかと思いますので、ただ地上部がなくなってから肥料をやったとしても、そこまで植物肥料を吸うことはできませんので、また2月の上旬とか3月の頭とか、まあ、2月の上中旬ぐらいでいいんですかね、完備として置き肥を与えてあげたりとかすると、暖くなってこのついてるちっちゃな新芽がですね、また葉っぱをつけていくときにぶわっと大きく、ね、なってくれるかと思いますので、冬の間は、まあ、与えるなら甘美を与えるぐらいでいいんですけども、そんな12月とかね、今の時期与えなくても、今から葉っぱが落ちていく時期なので、まだ2月の上旬とか、もっと暖かくなる3月の上旬ぐらいとかに肥料を与えてあげたら僕はいいんじゃないかと思います。またね、これが今から全部落葉をして、落葉しきった後にこのね、茎を誘引をして、こんな感じでね、雪柳のように咲くようにちょっとね、動画でね、撮っていきたいと思います。ブライダルシャワーもそうなんですけども、この普通のアジサイも別に特に何もしなくていいかと思いますので、寒さにしっかり当てて葉っぱが落ちるのを待ってあげるといいかと思います。暖かい地域の例えば九州とかであれば、もしかしたらね、葉っぱが落ちずにまた春に、ね、なるような地域もあるかと思うんですけども、基本的にはね、アジサイ葉っぱが全部冬に寒さに当たると落葉するよと思ってもらえたら、初心者の方びっくりしなくて済むかと思いますので、覚えてもらえたら嬉しいかと思います。園芸チャンネル。はい、ということで今回はアジサイの冬のお手入れについて話をさせていただきました。基本的に冬アジサイ何もお手入れしなくて大丈夫かと僕は思います。霜に当たっても基本的には問題ありませんし、氷点下になっても問題ないかと思います。ただね、マイナス10度とか20度になってしまった場合に花芽がどうなるかっていうのは私たちの鳥取県ではわからないので、もしそういった寒い地域の方で毎年問題なくアジサイ咲いてるよというようなね、方がいらしたら、コメント欄にその情報を教えてもらえたら僕も勉強になりますので、とても嬉しいです。で、実際ね、冬注意しないといけないのは、せっかくね、ブライダルシャワーはこんな感じで茎を伸ばしてますので、雪が降って雪の下になってしまうとベチャッと折れてしまう可能性がありますので、その点だけ注意をしていただくのと、アジサイは冬葉っぱが寒さに当たると落ちるんだよっていうのを覚えてもらえたらいいのかなと思います。また次の動画ではこのブライダルシャワーをついに誘引をして池柳のようになるように形作っていきたいと思います。今回の動画はいかがでしょうか。有機の園芸チャンネルでは植物に関するいろんな動画をアップしています。チャンネル登録まで園芸ガーデニングが好きな方、ぜひチャンネル登録をポチッとよろしくお願いします。10万人登録目指して頑張ってますので、ぜひ応援お願いします。今日はこれでおしまいにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また見てください。バイバイ。